聖キリアキ、あるいは聖ネデリアは、三世紀のギリシャの人物であり、キリスト教の聖人である。ギリシャ人で、キリスト教徒であったドロテウスとエウセビアの娘として、生まれる。手術に生まれたことから、ギリシャ語で、手術を意味する、キリアキと名付けられた。ローマ皇帝ディオクレティアヌスは、キリアキの両親が、 キリスト教徒であったため彼らを拷問するよう命じ、後に二人を追放した。キリアキはディオクレティアヌスの共同統治者であった皇帝、マクシミアヌスのとに送られ、皇帝に引き出される。その場で信仰を捨てることを拒絶すると、皇帝は鞭打ちを命じた。皇帝の者たちがあらゆる方法でキリアキを拷問したが、彼女の信仰を崩すことはできなかった。 ある夜、牢獄にて、拷問を恐れるな、キリアキよ。我が聖人は、お前と共にある。との神の声を聞き、それを信じる。そしてその後も様々な拷問を生き抜き、ついに断首されることになった時に神への祈りを始めた。それが、キリアキが生きている間になした最後の行いであった。キリアキは21歳で死去した。 毎年7月7日は、切り焼きの記憶日となっている。ありがとうございます。